ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア Z4 ソニーエクスペリア Z4 とはソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された第4世代移動通信システム対応のアンドロイド搭載端末である。発売日はドコモ、AU、ソフトバンクともに2015年6月中旬。グローバルモデルではエクスペリア Z3 という名称が使用されており、Z4 の名称は 国内キャリア発売のもののみとなる。エクスペリア Z4 はソニーエクスペリア Z シリーズの5代目であり、ディスプレイは5.2インチフレードの液晶。ソークはスナップドラゴン810の MSM8994 を搭載し、3GB のメモリと 32GB のロムを搭載している。カメラのイメージセンサーは、利面照射型 CMOS の XMAR RS4 モービレと、 なっており、背面カメラが 20.7MP、前面が 5.1MP である。ビデオは 4K での撮影に対応している。なお、当端末より、マグネットタイプの充電端子が廃止されているが、これはマイクロ USB 端子部分のキャップレス化によるもので、これと同時に、それまで Z1 以降採用されてきていた、マグネットタイプの卓上ホルダーの設定も廃止されている。 エクスペリア Z4 ニューストピックス会社情報ソニーモバイルコミュニケーションズありがとうございます